関口智弘は日本の俳優、タレントである。本名は関口智弘。血液型は A 型。身長183センチメートル。東京都出身。三経所属。静岡県に東市が地元である。父は関口博母は西田幸子で、関口家の一人息子。父方の祖父は佐野修司叔父は佐野守。 小学校から父と同じく立教学院で学ぶ。立教小学校、立教中学校、立教高等学校、立教大学経済学部経営学科卒業。米国ユタ州に1年間留学した経験を持つ。大学卒業後の1996年、父が代表を務める産 k に入り、ドラマ、MMR 未確認飛行物体でデビュー。さらに、同年、 映画、危ない刑事、リターンズで、スクリーンデビューを果たす。その後数々のドラマバラエティに出演したが、28歳から31歳まで、伊豆で生活していた。2004年、NHKBS の15周年企画、列島縦断鉄道12000キロの旅、最長片道切符で行く42日で42日かけて、北海道の稚内駅から、 佐賀県の比前山口駅まで JR のみの路線で同じ駅を二度通らずに達成した。2004年夏から毎年静岡県に当時の大室山で指摘ライブ、大室山ライブを行っている。2005年春、NHK で放送のスペシャルドラマ、冒険にてデビュー10年目で初のドラマ主演を果たしたほか、上記、列島縦断鉄道 12000km の旅の 続編として、残りの未乗車区間の JR 線を乗り尽くすため、列島縦断鉄道乗り尽くしの旅 JR2 万キロメートル前線、総破に出演し、北海道の根室駅にて JR 前線総破を達成した。さらに、海外の鉄道旅行にも造形が深く、アメリカ留学の経験があって、英語でのコミュニケーションも取れることから、 NHK ハイビジョン特集でのドイツ鉄道旅行機や、イギリス鉄道旅行機、中華人民共和国の鉄道網をい筆書き旅行する3万6千キロの鉄道を男性、放送、関口智弘の中国鉄道大企業、最長片道ルート3万6千キロメートルを行く、などもこなしているが、長期間の海外滞在及び列車での旅の負担は大きく、9月2日から始まる同番組の後編を、 前にした8月27日、中国での旅が終了する11月18日時を最後に乗り尽くしの旅から引退することを表明した。ただし NHK スタジオパークに出演した際、一度、礼に戻すという意味での旅からの引退。ただ、また皆さんとは旅でお会いしたいとのコメントを残した。2008年5月10日、橋田賞を受賞。2015年、 鉄道気候番組、関口と博のヨーロッパ鉄道の旅でオランダを、皮切りにヨーロッパ各国を巡ることとなった。現在も本業の傍わらバンド活動をしており、プロデュースから演奏、歌唱をすべて一人で行った CD もリリースしている。鉄道車両の中では特に SL に思い入れがあり、番組内で C57、D51、 DD51 などの形式を自らの口から発言していたが、鉄道マニアではなく、鉄道に対する深い知識もないという。ちなみに最も好きな SL は C62。ありがとうございます。